よ、朝日ひなたです。皆さん、突然ですが、この上着、カバンに入れるとかさばるし、手元に持つのもめんどくさい。そんな時ありませんか？そんな時、僕がおすすめする腰に巻く方法を教えます。あと、外でトイレをする時に困らない結び方も教えますので。どうぞ、最後まで見ててくださいね。ということで、やっていこう！そして、腰のあたりが映るようにカメラを移動させました。それでですね、とりあえず腰に巻きます。まず上着を抜きますね。それで普通の結び方だとしたら、こうやって普通にこうやってね、あれちょっと待ってください、こうやって、待って、まだ切るなよ。よし、こうやって巻くじゃないですか、普通に。こうやってね、普通に巻くじゃないですか。まあ、これでね、ローブみたいな感じでいいと思います。ここまではみんなよくやるでしょ？でも、僕は、そうじゃないんです。さっき言ったおすすめの結び方について教えるんですけど、まずですね、こうやって首元が内側に来るように折りたたんでもらって、でこうやってね、袖の部分を広げてもらって後ろに持ってきます。それでこうやってやるじゃないですか。こうやって縛るんですよ。でこの、その際にできたこの金具のとこが端に来るので、そこをこうやって細めてもらって、こうやって結び目のとこで結びます。そこでね、ちょっと結びながら調節してもらうといいですね。はい、ちょっと位置をね。で、これで、そうすると、トイレするときにね、このビロビロが邪魔にならないので、いいかなと。でも、ただ難点があってですね、この上着が、腰を、この部分を締め付けるので、ちょっと痒くなっちゃう方は、おすすめできないかなと、思います。でもですね、生地によってはこの締め付け度が違ったりするので、もしよかったら一回でもいいのでやってみてはいかがでしょうか。朝日ひなたでした。ということで、もしご動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、チャオバイバイ。